柏崎の事件につきましては、未だ犯人が現状に至っていない、非常に厳しい状況の発言則がしっかりと社会に。はい、入ります。ダメだ、金貸せ。金ですよ、レジが。おい、レジ開けろ、早くしろ。さっさ、少々お待ちください。おい、しろ、何か見ろ。開かないんですよ、ちょっと待ってください。おい、開けろ。ちょっと待ってください。さっさ、金がいるんだよ。ちょっと待ってください。おい、せ。ちょっと開かないです。早く出せや。開かないです。早く開けるな。開かない。早く出せ。やめろ。何すんだ、通報すんだよ。待て、こら。あ、止まって止まって止まって。ポコです。現金3万円を持ってきました。はい、こちらによっては現場付近の検索に当たらない。すいません、そっか、上位は、おそらく黒黒で、はい、検索官に違うとかするかも、はい、あとで大丈夫です。はい、ナイフとかそういった、すいませんね。はい、仕事着。これ電気みたいについてますけど、ここどうしました？塗装の仕事やってっけさ。塗装の仕事やってるんですね。これなんかまだあの事件、強盗事件の犯人じゃないかね。違うぜ。違うんですか？何も知らねえの。おー、ちょまあ、ちょっと言われて、預かった。まずじゃあ通じないよ。頼まれてこういったんだ。小田さん、目撃した人から、小田さん、強盗の犯人間違いないって言われて。俺じゃねえ。待て、確保、確保、確保。3時34分、強盗緊急逮捕。俺はやってねえな。逮捕する。おとりしろ。ここ勤務体制が手薄な時間帯、単独で勤務しているという店が狙われやすいという。